りのりのチャンネルスタート。教えて〇〇先生。この企画はりのりのがりのりのの知らないことや知らない世界をいろんな先生をお招きしていろんなことを聞いていく企画になっております。本日のゲストはゆうやゆうや先生です。はい、どうも東大名誉教授のゆうやです。めちゃくちゃ頭いいじゃん。偏差値75とかじゃないですか。40何もだったでも東大名誉教授いたもん勝ちな痛もん勝ちね。面白いな。突っ込んでいいんじゃないですか。そう、言い訳にしろくらい言った方がいい。まあそう、まあストップしてくれないとね、いくらでも言っちゃうから。いくらでも言ってほしい、言い続けてほしい。それそれで辛いんだけどもう出てこないそんな切れ抜群のゆうやゆうや先生に本日は何を聞くんですか。でね、ゆうやゆうやはそっちの道に目覚めたきっかけいつ。こんな唐突なんですか。ね、そっちでもうなんかお題目みたいなのも出てるんですか。出てますよ。あ、そうなんだ、はい、いつっていうのはないです。あるんでしょういやないです。ないの。そうだなって自分で思ったのがね、ないんですよね、ちゃんとしたきっかけっていうのが。でもう幼稚園の時から好きな子は男の子の名前を言ってたんですよ。で親にも言ってたし、そういう風に、でその子ずっと追いかけてたっていう話ですから、自覚はしてないですよね。なんか男の子が好きなんだか女の子が好きなんだ。でも女の子も好きだったんですよ。初恋とかはね、3歳とかで女の子の名前言ってたりとか、だからある時をきっかけに男の人だけになってしまったのかなっていう感じ。それはきっかけは気づい、自分で気づいてるの。まあちょっと甘酸っぱいエピソードはありますけど、いっとこいっとこ。なんですか、聞けるんですかそれ。なんか女の子と付き合ったことあるんですよ。で本当にでも好きだったので、やっぱり何もしてこないって言うじゃない女の子って。本当に何もしなかった。だからそれが本当にしたくないのか、ドキドキしてできないのかっていう境界線がある。で一回チュッてしてみたの、全然ときめかなくて、でそれで別れちゃったんだけど、あ、自分はやっぱ女の子はそういう風に見てないんだっていうきっかけはあったかもしれない。なるほど。いつそれ、いつそれ。中3だか高1だか。ああ、思春期、まさしく、超思春期で、でもその女の子自体は2年ぐらいずっと片思いしてた。2年の片思いの末に付き合って、性的じゃなかったのかなっていう、でそこで思ったんだ、友達なんだったのか、その恋愛をしてる自分を盛り上げてたのか。じゃあそのチュッとしてときめかなくて急激に冷めたの。冷めたっていうかね、冷めたんだろうね。普通に会いたくなくなった。でもうスルッと別れて、自然消滅。別れようとも言ってないし、連絡取らなくなってそのままみたいな。甘酸っぱいねえ、そこでどうなるんですか。じゃあそこから数年は恋愛しないんですか。いや、恋愛体質なのでそこはもうすぐ結構20歳行く前ぐらいからお付き合いしたり同棲したり。男性と、男性と、男性と、はい、付き合ってね、一緒に暮らしたりしましたよ。え、もう10代で。あれはね、19から20歳になる境目ぐらいなんですよ。あれは、あれはでもね、同棲したの1回しかないんで。何するの、もう何するの。手繋いだりするとやっぱドキドキするの。今はしないですね。
今はしないもうだってもう睡魔甘いもん手つないでドキドキすることある？手つないでドキドキすることある？嘘つき。いや分からないえ、ドキドキするよ。そりゃこの年でこんな服着るわドキドキす しない？しないよ。え、なんかしばらくさその人とエッチしてなくて久々するとかでもドキドキしちゃうんだけど、そういうドキドキがもうないのなんでなんでだろうもうなんだろう、そういう系をもうメンタルが満たされちゃったって感じ。もうメンタルが満たされた、うん、どういうこと確かに先生どういうことなんて言ったらいいんだろう、なんかもう老夫婦みたいになりたいなと思う。おお、老夫婦。じゃあ何もしなくていい、何もしなくていいってこと、うん、もういいかな、一緒に入れたら、うん、それでいいってこと。嘘達観してるねやりすぎたってことです。いやでもこれはね、この1、2年の話。うーん、で今年も失恋したじゃない。うんうんうん。でそっから自分の中でガラッてなんか変わっちゃって。え、じゃあその失恋がそんなに大きかったってこと、うん、本当に多分ね人生で一番辛かったぐらいの失恋だったの。それはそれだけ好きだから、だし自分に落ち度があった失恋だったから、うん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 、あれ言わなかったらよかったっていう後悔ばっかりがもう、うんうん、でもグッバイワイディア。え、グッバイ、そうそうグッバイワイディアだったの。グッバイワイディアね。グッバイワイディアか。あれをリリースした時にいつ付き合ってたの。おお、はいはいはい。で今日デビューするんだみたいな話をした彼氏で、うんうん、あの見に来てくれてた。そういたでしょ。そう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 、見に来てくれてた。これグッバイワイディアライブ来てたんだ。来てた来てた。うん、あの時はあのグッバイマイディアの曲はあの人だいたい前の前の人、失恋の失恋の人、ただその人にも当てはまっちゃったみたいなああなるほど。あ、グッバイマイディアの前の主人公は前の恋愛人だけど、うん、その人だからね、言ったらあのライブの次の日に別れてる旅行行くって旅行の先で別れたの。なんでグッバイ鬼怒川温泉で別れてる鬼怒川グッバイしちゃった頭が打っちゃって今キヌガグッパイ、キヌガグッパイしちゃって。え、なんで。いや、いろいろあったのよ。まあ、その時に思ったのはお酒やめようと思った、うん、あ、お酒飲んで言っちゃったの。お酒飲んで、うわってなった時に、うん、まあ、言い合いになった時に自分から別れようかって言ったの、うん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 、でそれは止めてもらえると思って、うんうん、嫌だ、もう本当に重い女みたいになったんだけど絶対止めてくれ、試してそう、試してやろうと思ったの。やだ。したら、うん、最初は本当に止めてくれた、うん、なんでそんなこと言うのって言って、うんうんうん、考え直してよって言って、うんうん、でなんかその後でちょっと外出てくるって言って5分ぐらい外出て行って彼が、うん、で戻ってきた時に、うん、別れようかって言われて、って言って何これ何でって言ってこの5分の間に5分で何があったの、何があったのだよね、ぐらい、うん、すんごい冷静になって帰ってきたの、うん、でもうこっちはもう言われてもうわーってなって、うん、で別れたかな別れたかないって言って、うんうん、でもう全然もう何にも聞いてくれなくて、急に形勢逆転、そう、そのまま別れられちゃうっていう。止まったのその日は。だし、うん、ほんとね、ちょっと高めのホテル取ったわけ、うん、あの部屋の中にあの温泉が、うん、内部なんていうの、部屋風呂部屋の中にねあって、うん、もう5万ぐらい1人出すみたいな、うん、めっちゃ高級なとこじゃん。多分、あ、違うわ、持ったどっちも5万でいいじゃん、まあ、まあ高級ってことね、まあ、高めの部屋取って、うんうん、二人とも温泉入らずに帰ったんだよ。で、なんかチェックインした時に、うん、あの外のお風呂って常にお湯がバーってさ、うんうんうん、流れてるので蛇口もあってみたいな、うんうん、ずっと流れてていいのかなと思って自分で止めたの、うん、で次の日の朝に、うん、あれ冗談だったのかなとか思って、うん、おはようって言って、うん、冗談じゃないよねって言ったら、本当だよって言われて、うん、お風呂入ってくれって言って、外の風呂入ったら水になってたの冷たいって止めちゃった、自分で止めたから
もうでもいいやと思って水のままこうやって入って、このまま死ねたらいいのにと思いながら。でもちゃんと泳いだしてるの。あれだって2月だったもんね。そうよ。絶対寒いでしょ。めちゃくちゃ冷たくて、あでもこのまま死んだらなんか心配してもらえるかなみたいな。だいぶ減らってんな。もうちょっと冷たすぎるかなって言って出してる。だいぶメンヘラだな。で一緒に帰ったの？本当は別々に帰ろうって言われた、うん、でもこっちはもう泣きついて泣きついて、うん、もうちょっとでも一緒にいたいって言って、うん、あの新宿駅まで。うわもう新宿着きたくないね。もう全然今は何でもいいんだけど、うん、その時はもう新宿行くたびに、うん、いないかないないかなって言って、うん、まあいなかったんだけど。いや本当不思議よね、うん、恋愛してるとさ、うん、何してても何考えててもさ、うん、その人がどっか行ったらいいのにとかさ、偶然会えたらどうしようとか思うのにさ、今何も思わないもんね。あもうでも吹っ切れたんだ。めっちゃくちゃ吹っ切れて、うんうん、あの全然なんであんな好きだったんだろうぐらい。うん、次の恋愛は、次の恋愛はない。なんかそっか変わっちゃった。あーもうでも破壊しちゃったから、うん、もう恋愛はいいわっていう。うーん、酒は飲んでるんでしょ。でも酒は飲めるぞ。酒は飲めるぞ。いや酒はね、うん、いやでもやめないといけないなって。でも対人っていうかね、大事な時に飲んだらいけないなって。うーん、例えばそのね1ヶ月記念じゃないけどさ、うん、それちゃんとしないといけない時にお酒飲んだらいけないなって。でも酒が悪い方じゃなくない？別に楽しい、面白おかしくなる方なんだけど、揉め事の時になんていうの、お酒を飲んで揉め事になった時に、あタイミング一番立ちの悪い人になっちゃうから、あこれも言ってやろう、あれも言ってやろうとかどんどんこう分析してきちゃうんだね。もうその人が血を吐くまで攻めてやろうぐらい。あもうマジ重い。マジ重い。重い方だね。なるほどなるほど、ここぞとばかりにね。そうだからあんまりね、うん、なんて言ったんだろう、例えば付き合ってる人とかがいると飲んじゃいけない人だと思う、うん、あなるほどね、うん、なんかその人ごと潰してしまう、うん、メンタル。そんなすごい勢いで言うんだろうね。そでもすごいよ。すごいんだろうね、うん、すごいと思うよ。怖いわ。もう一人自分がいたら一緒に飲みたくなる。あーそう、まあ、でも結果お酒はやめてない。やめれないよね。やめれないよね、うん、酒はやめれないね。そう楽しくなるものだから。うん基本はね。そう、うんうん、飲み方さえ間違えなければね。確かに。間違えたってこと。まあたたたた、うん、ありますよね。グッバイマイディアってこと。グッバイマイディアしちゃうから。じゃあ次いきます。うん、それはね昔は結構それがはっきりしてたっていうかね、うんうん、最近すごいどっちにも属してるような男の子が多いのね。見た目も装飾系っていうのでもなく人類愛みたいな子が多いの。はあ、人類男が好きなわけでもなく女が好きなわけでもなく、うん、ただ人間だったらいいぐらいの、うん、あ人間だったらいいね、新人類。はいはいはい。そうだからまあがっつり分かる人は分かるよ、うんうんうん、ゲイだなとかノンケだな、うん、まあノンケだなと思う人は多いと思うんだけど、うんうん、なんか見分けにくくなってきた。どうそう、うん、ゲイだろうなと思ったら違ったりね。新人類はなる方可能性はあるってこと、あるっていうかどっちでも何人類が好きだと。そこが最近の若い子が怖いのよ。どういうこと？なんか恋愛っていうものに対してこうでないといけないっていうのがあんまりないのね。あーなるほどなるほど。でなんで好きになったのとかなんでがないの。その時好きだって思ったからそれでいいみたいな。なんでかなくてワンナイトでもいいってこと。その時その日飲んでて楽しかったから、うん、その日一緒に過ごしてとかってこと。ちゃんとしたプロセスとかもないのよ。お自分がこうしたいと思ったことになんでっていうのがなくて、お あんまり理由がないんだなっていう。それ怖いね。怖いよ。うそのでもノン系にはもうまず恋愛対象にならないの。自分が、うん、のんけって分かってる人にああだこうだセクシャル的なハラスメントをするのは大好き。ギャグでってこと。ギャグだし、
こっちもちょっと頭満たされていってる、それもうやめてくださいよとか言われて、またまたみたいな、やめてんねん。さっきセカワラケって言ってたよね。紫坊やにやったんだけど、最近いつっつって、ね、そう、最近いつエッチしたの、あれセクハラだよね。あれセクハラだけど、ね、完全にね。紫坊やはいけますか？あのね、マスクしてたらいけるんだけど、マスク外してもびっくりしたみたいな。マスクしてたらいけるんだ。マスクしてたらね、ほんとね、体格もね、うん、すごい、うん、この YouTube 出たことあるよね。あるある。足長くてね、うん、顔ちっちゃくていいんだけど、うん、まあ本人はね、BTS の成田とかもストンキャラとか出てるけど、ほんとね、すっと生まれた頃からやり直してほしいよ。でも体格的にはね、自分はああいう体格好きなんです、うん、あ、そうなんだ。スラッとしてる、はいはいはい、スラッとしてる人ね。マスクしてたら OK ってことですね。まあでも顔しちゃってるんで。そうね、確かに。そのノンケな人に恋をしたことはある？ある。だからそれがグッバイマディア。グッバイマディア、グッバイマディア、うん、そこまではなかった。まあでもちょいちょいある。あ、高校の時はある。うんうんうん。高校の時はそれこそ好きな人がいたから3年間解禁だった、うん、え、毎日学校行った。その人に会いたくて。その人に会いたくて。なんてピュアなのでしょう、うん、ストーカー気質なんだなって。え、向こうが興味なかったらどうするの？いや俺もそういうの無理、女性しか嫌だ。あ、言われた。グッバイマディア。うんうんうん。その高校の時に。え、どうすんのそれは。好き。いやいや俺もう無理。好き。俺も無理。好き。俺も無理。なんでって。でもワンチャン変わる可能性。そう、それがあるから。あるってこと。あるんだ。で、その高校の人もナンシじゃないんだろうなっていうのがあったのよ。もう、なるほどなるほど。で、好き好き好きって、ま、周りにも言ってて、その人の膝の上で授業とか起きてるの、うん、やだで、なんじゃそりゃ。で、ね、なしじゃないと思わないそれ、うん、もう。でも毎日一緒に帰ってたし、うん、で修学旅行ってあるじゃない、うん、で部屋割りってあるのね、うんうんうん、でそんで周り知ってるから、うん、くじで引いても、うん、あいつと一緒の部屋だから交換してあげるって。なにそれ青春だね。でしてもらって、うん、その日同じベッドに寝てくれた。そう、北海道のホテルで。で、うん、なんかその部屋がちょっとあんまり良くなくて、うん、なんか急にパッて電気が暗くなったりする。ちょっと怖い部屋だったのね。怖いね。怖いね。でも怖ーって言ってて、うん、じゃ あ, 音楽聴いてたらマシになるよって言って、その人がもう当時 MD のね、うんうん、ポータブル MD、はいはい、その人の MD が入ってるわけ、うん、それを片耳に入れてくれて、うん、もう片方自分でやりながら。何それ、一緒に寝たのよ。カップルがやることじゃん。でしょ、うん、でもダメだった。何聴いてたのその時。あれなんだったかな、もう曲覚えてないの。思い出の曲。絶対ビーズだよ。でもその人とね、ビーズのコンサート一緒に。今日だってビーズっぽいもんね。ね、それビーズ軍団の方でしょ。もう絶対言われんのこれ聞いたら。ビーズ軍団の人です。あ、そうなの。ビーズ軍団こういう格好してる。かわいい、かわいい。結構かわいいよ。 LR でこうお互い聞くんでしょ。そう。でもギタリストが R に振ってたら L 聞こえないじゃん。専門的なことをその時は知らないわかんないから。そんなの、それでもドキドキしちゃうよね。いいでしょ、いい思い出でしょ。いい思い出あったんですけどね。なんかゆうやくん自体はもうそっちの人が見たら、あ、もうゆうやそっちの人だって分かりやすい人なの？あのね、俺分かんなかったけど、ゆうやくん初めてだった。そう言われることがあって、なんて言うんだろう、こういう、うん、自分でなんて言うんだろう、プレゼンするときっていうのはすごいゲイっぽくなるっていうかね、まあ、こういう、うんうんうん、ゲイバーでもそうだし、うんうんうん、でも1対1で会うときって全然普通のトーンなのね、うんうんうん、なのねとかも言わない、うんうんうん、あ、これ商売よねなんだろうね。あー、なるほどね。いやでもその方が面白おかしく言えるし、うんうんうん、かといってなんかいやーみたいな感じでもない。まだ特殊なのかな、ゆうやくん。特殊、まあナチュラル、常になっちゃう。常になっちゃうですね。ゆうやくんはじゃあ特殊というか、わからない、わかりづらい方なんじゃないの、見た目だったり。
人によるっていうか、それこそゲイ同士の中でも、うん、なんかバイですかゲイですかって聞かれることがあって、まだ女の子好きに見える時があるらしくて。ああ、なるほど。バイっていうのは何ですか。あ、両方いける人。あ、両方いける。男も女も愛せる人。ようやく授業っぽくなってきた。あ、そう、LGBT の説明。ってことは、ゆうやくんは、バイにも見えるってことなんで、なんでね。なんかね、落ち着いて見えるんですって。うん。大人な、ね、かっこいい、ジャニーズ系の。うるさいよ。出た出た。ミュート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 サイレンスサイレンス。なんか分かりやすいのないの？目が結構キラキラしてると大体ゲイだとか。あ、でもそれ分かりやすいですよ。本当に分かりやすいですよ。なんか街で目合っただけだ、この人ゲイだなとか。あ、分かるの？ありますよ。やっぱ自分も道歩いてて、うん、で向こうから来る人が絶対ゲイと思った時に、うん、パッて一緒に振り向いたりとか。だからその時はお互い分かってる。逆に女の子、あのレズだっけ、女の子もわかる？わかんないかな、レズの人のツボがわかんないけど、でもそれで言うと FTM っていう人種があって、うん、それはあの女の人が男の人になるっていう、まあ俗っぽく言うので、ああ、女の人が男の人、うん、は絶対気づく。あ、へえ、男の人、みんな男の人って思ってるの？自分だけ、あ、絶対この人女の人だったなとか、気づく方。すごい。なんかあるんですか、特徴。この素人にも分かりやすく。あのね、なんて言ったんだろう、鼻の感じが、鼻の人が抜けてなかった。鼻柱っていうの、ここ、うん、とか、なんかね、分かるんですよ。何っていうのはなくて、なんか独自な判断があるんでしょうね。男の人が女の人になるのはオカマ、ニュアムとかの感じ。お鍋は男からあ、女が男がお鍋、うん、女から男が女鍋で、男から女が、うん、まあ言ったらオカマ。オカマでもね、その呼び方自体も自分たちは、うん、芸同士のみんなオカマって言うんですよ。うわ、深いね。あのオカマがさとか、ほうほう、あの女がさとか、ほうほうほう、私たちオカマだからとか言うのね、うんうんうん、やっぱオカマっていうのは結構何でも使える。あ、なるほどなるほど。あ、難しいね。じゃあ体を改造したらそれこそニューハーフ、ニューハーフの人。ドラッグクイーンの方とかは、ドラッグの人はまたニューハーフじゃないの、まあ、体は男とか、普通に男として生活してて、うん、まあ、例えばショーの時に女装して出る。あ、だから、まあ、言ったら同じようなもんで、うんうんうん、確かに普通の格好してるけど、まあ、前の時はユーミンのメイクしてる。そう、なるほど。種類がある、うん、すごい。ユーミンじゃない時でも女装する時ある？ないです。それはもうユーミンだけ、うん、ってことは、あの彼氏とデートする時は見た目は彼氏役ってことになってる。ああ、そうね、彼氏役とかそういうのなんか違和感あるんだけど、全然普通、パッと見だから普通の人が見ると、まあ友達同士に見える、男友達の2人だろうなっていう。だからゲイが見るとゲイカップルだなって思う。ああ、そうなんだ。それはもうカップルで歩いてたら大体わかる。わかる。へえ。その見分け方を聞きたかったんだけど、なんか独自なものがあるんでしょうね。ここがツボっていうのはない。ないんだ。ただ第六感的に、うん、あ、だゲイじゃんっていうのが、やっぱり友達、まあこっちが友達、ゲイ友達と遊んでて、あの男カップルが2人いたとしたら、うんうん、あれ絶対ゲイよね。うんうん、いうのは全部一致するっていう。なんか音楽で言うと下北歩いてたら、
あいつベースやってんなみたいな感じなのかな。あいつボーカルだな。ちょっとね、そっちの方が理解できない。そっちの方が分かりやすい。野球の例え話する人ぐらい分かる。こっちの例えで言ったのはいいけど、今全然分かんない。そんな感じかなと思って。あ、でもそういうのあるかもしれない。ベース顔だなとか。そう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 。はい。すごいすごいとこに入ってくる。すごいっていうのは、まあ、女の子で、はいはいはい、の男性バージョン。はい。お金はだからもちろん発生しますよね。発生します、うん。やったことあるんですか？ないです。本当ですか？親にもらったからそんな雑に使ったことないです。あ、聞いた話聞いた話。何を知りたいですか？あの、店舗型なんですか？まず、うん、店舗型だから、まあ一緒、本当に雑居ビルみたいなところにあって、まあ、マンションの一室とか、うん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 、で、そこで、まあ写真見るわけでしょ、みんな、うんうん、あ、そう、そうなの。受付がいるんですか？受付があって、そういう写真とか見て、この子、指名、うんうん、で、まあ、違う部屋に行き、うん、その人が、あ、もういるんだ、はじめましてって言ってピンポンみたいな。あ、もうまさ、本当にでっていうか、わかんない、知らないから、うんうん、まあ、携帯としては普通で一緒かなっていうのは。それは、入れるの、入れられるの、どっちのパターンもあるってことか。猫立ちみたいな。受け立ち、まあ猫でもいいんですけど、うんうん、うん、分かれてますよ。なんか僕が聞いた話だと、店舗型でバーみたいなとこでカウンターにもう男の子が並んでて7人ぐらい、うん、で誰にするみたいな、じゃあこいつと外行くみたいな。ところが経営してるバーだと思う。ああ、その実際に直で見れるのかなと思ったけど、見れないんだ。ああ、そういう携帯ではない。昔はそういうのがあったらしいですけど。ああ、最近はもう、うん、ここから写真があって。そう。てかもう普通にホームページで見れる。あ、ホームページがあるのね。そう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 。ゆうやみたいな店が。もうタイトルになっちゃって。やったことがない。タイトル。グッバイマイディアコース。もう曲が売れるわ。大体相場はどんなもんなんですか？何時間とかなんですか？どうなんだろう。買ったことないんでね。でもお客さんが払うのはどれぐらいだ？1万8000円とかかな。おー、じゃあもう普通に男子が知識としてはありますよ、うん、ですよね、うん、ね、金額っすね。やっぱ大差ないと思います。知識としてはありますよ、うん、コミとかどうなんだろう、わかんない、本当にわかんない。めっちゃ聞くやん。いや、そうだって教えて、まるまる先生が。でもこのトークやだー、ね、親見るんだけど。どういう人が、どういう人が。あ、でもいっぱいいる。あの、それぞれ事情を抱えた人が、それこそモテない、普通に暮らしててやる相手がいない、うーん、そっかそっか、人とか、もうおじいちゃんとかになっちゃって買っちゃった方が早いとか、お金あって、うんうん、とか、まあ、そういう芸能系の仕事しててとか、うんうん、普通に会っちゃったりすると噂になるから、あえてそういう人をホテルに呼んで買っちゃう人もいるし、うんうん、目的持てないとか、うんうんうん、買った方が早いとか、うんうんうん、ね、恋愛から発展するのもなかなか難しいのかな、うん、出会いがないんだ、なんだろうね、ってことね、経験がないってことだもんね。そう、そこは本当にね、もう普通に全然。じゃあ最後にリロリノさん、ゲイアルアルを教えてください。あ、言うんじゃないんだ。最後に言ってくれるのかゲイあるある言いたいわ、はい、かんないよ。一応先生なんでね。先生だから、ゲイあるある、うん、教えてください。
急になんか酒が強いイメージある、うん、ゲイの人ってそんなことない。負けず嫌いなんだと思う。ああ、負けず嫌いね、うん、悔しい、うん、負けず嫌いがとにかく多いかな。負けず嫌いね、うん、だからうわって飲んでたら負けたくないって、ただ家帰ったらもう死んでるみたいな。いろいろさん一緒じゃないですか、はい、多分きっと一緒だった。そこは一人飲んでやろうっていう、うん、変わんなかった、ね、きっと一緒だと思いますよ、はい、全然役立つ情報はなかったんだけどね今回、まあ、個人の見解だからあんまゲームの人に見てほしくないけど、うん、いやなんかまとめてください。はい、今日もリノリーの知らない世界を知れてよかったです。ぜひ皆さんも最後まで見ていただければなと思います。そうですね、はい、いい話でした。はい、ということで、あ、ということで今日のゲストはイエイエイ先生でした。はい、どうもあざした、ありがとうございました。歌手気取りやがってどうですよ。失礼しちゃう、来なかった。歌手気取りやがって言わねえ。チャンネル登録よろしくね。